仙崎来た。うん、しかめきんとき。だから、うわ、そこ糸より。糸より違う糸よりやね。綿棒。やりいか。味が来ましたね。いい味が。と、馬頭と、馬頭が今多いんですね。黒屋。はい。ありがとうございます。バッチリです。はい、今からカワハギを作るんですけど、カワハギのオスとメスって分かります？どっちがオスでどっちがメスか。はい、今から説明しますね。これどっちでしょう？どっちがどっちでしょう？こっちとこっち。幅が広い方がメスなんですよ。で、こっちの長い方がオスです。でね、お刺身にするのはね、メスの方がいいんですよ。メスの方がいいんですよ。料理人さんとかはね、絶対メスをくれって言いますね。カワハギのメスをくれって言います。そのぐらい違うんですね、メスとオスってね。はい、それでは見てみましょうね。はい、今からおろしますよ。はい、まずはオスをおろしてみましょうね。オスの特徴はですね、血合いが多いんですよ。あのビラビラビラってなっちゃうやつですね。あれがね、色が濃くてね、血合いが多いんですね。取り身が少ないんですよ、どうしても。わかります？あの赤いとこですね。これが多いんです、オスの方がね。はい、今度はメスを下ろしてみましょうね。はい、メス今下ろしてますけど、何が違うかって血合いの量が違うんですよ。メスの血合いの方が色も薄くてですね、血合いがね少ないんです。ほら、下ろした目見てください。まずこれ血合いですね。全然違う、多いでしょう、オスの方がね。メスは少ないんです。で、鳥身の方も少ないんでね、あ、ちょっとだけへつったら取り身も多いんですよ。こんな感じです。はい、オスの方は落とすところが多いですよね。こんな感じで、はい、こんな感じです。オスとメスの違いです。ほら、違うでしょう。
ー